違う。アバよ。さねえぞ。大体よ、鉄砲使うなんて卑怯千万だ。そうでそうだ。おう、姉ちゃん、酒だ酒。でもよ、あの穴があんだけ強いってことだ。やつはもっと、け。なにが天下の大将金首、地獄極楽丸様だ。名前からしてふざけた野郎だぞ。たく七本の刀を操るったって人間様二本しか腕がねえんだ。俺たち五人の賞金稼ぎにかかりゃ赤子も当然よ。
赤子にやられるようじゃおしめえだな。うん、オードリア、今なんつったと。いやなんだ。うるせえんだよおめえら。起き上がれ、ぶっ殺してやる。俺様を誰だと思ってやがる。おいぞ、へい。7本の刀、てめえはまさか。おめえらごときに7本はもったいねえ。お望み通り2本にしといてやら。なめやがって。ちくしょう、いってお百合に手出しやがったんだよな。はっ、はっ、はい。でも、コテンパンチにやられちまいまして、黄金竜の話をさせていただきましたところ、大喜びで行かれましたです。はい。黄金竜だ？ヨタの話かましやがって。噂っすよ、噂。長崎の町じゃ、その話で持ちきりで。おいぞ、へい。先長崎へ行って調べてくれ。やってんでさ。てめえら、はいはいはい。ここの団子は天下一品だ。おごるぜ。あばよ。とどめ刺されるかと思った。泣くなよ棟梁。賞金稼ぎもうやめようぜ。うん。おゆり、ずいぶん遅かったじゃないか。何やってたんだい。面白い話仕入れてきたぜ。奇遇だね。あたいも面白い話聞いたんだけどさ。あんな、おう、どうだった。マカオから来た南蛮人が連れてきただの。陰陽師が天から呼び寄せて倒幕に使ってるだの。もうむちゃくちゃな話ばっかりです。ち、もう知ってたのか。浮世離れした話だが、火のねえところに煙は立たぬ。で、どの辺に出るんだ。地獄極悪丸とその一味、神妙にお名前につけい。つけられたね、トギゾー。足っすか。ちょうどいい。訪ねていく手間が省けるってもんだ。どうすんのさ、聞いてないよ、竜の出る場所。なーに、奴が教えてくれてら。奴？この殺気の主がな。この先へ通さ。服部半蔵。俺たちは港へ来てだけなんだな。死に急ぐか、恩師。俺様を誰だと思ってやがる。天下の大賞金首、地獄極楽丸様でい。ちくしょう、気がねえや。旦那、こっちこっち。おう、おゆり。あいよ。この海にいるのかい、竜。多分な。この辺りには出島があったはずだ。出島？あの偉人が住んでるっていう？そいつが姿も形もねえ。まさか竜が出島を沈めちまったんじゃ。バカ言ってんじゃないよ。島一個沈めちまうなんて、いくら竜でも。
ちゃん、ここは一体どこなんで。ジゴ。ジゴ、俺のこと知ってんのか。まあ俺は有名だからな。え、どこ行っちまったんだ。地の底に眠りし大いなる力よ、我が被りし数々の受難、すべては悪の化身徳川幕府、それを感化せし朝廷の堕落、我らが恨み骨髄まで至りて、その怨念極まれり、可憐の恩衆今こそ解散、我らが願い聞き届けよ黄金王。804年の長きにわたり生きながらえし美国、その力を黄金王復活のために解き放つのだ。はぁ、何事。穏やかじゃねえな、ババアの丸焼きだ。おのれ、邪魔をしよって。ふっ、俺様を誰だと思ってやがる。天下の大賞金首、地獄極楽丸。そうともコウモリ頭の野党も同じことを抜かしておったわ。地獄極楽丸といえば七本の刀を自在に操ると聞く。そのような風体でたばかろうとはいい度胸。儀式は中止だ、カザベーラ。ビクニを連れて下がれ。我が舞台を。それには及ばん、たまには式を。遊ばせてやらんとな。おお、なかなかやるものだ。グダグダ言ってねえで、てめえ自らかかってきたらどうだ、陰陽師だよ。ふん、身の程知らずが。はっ、なんで。全部外れだぜ。お前はすでに術をかけられた。じわじわと死の恐怖を味わうがいい。じわじわだと。俺はまだるっこしいことはできねえなんて。今すぐ蹴りつけてやら。勘弁しておいてやるか。あばよ。冗談じゃねえ。まったく、こいつ落ちま鎧なんて初めてだぜ。我が名は影地獄。地獄同士なんて笑わせるぜ。なんてことだ。心の闇を拡大し精神的に追い詰めてやろうと思ったが、主の心には影がない。はっ、言い換えれば単なるバカだ。んだとこの野郎。体の内に影がなくとも外には影ができる。主は気づいておらんが、大いなる影が主を覆いつつある。はあ、ご忠告ならありがとうって言いてえところだが、あいにく生まれてこの方、占いは信じたことがねえんだ。
おい、しっかりしろ。ジゴ、おめえ名前は？ヒミカ。よく、私の下人を。ジゴ、黙ってろ。捨て駒に過ぎねえ下人に対してやけに感情的だな。忍びにしちゃお優しい隊長さんなのか、手駒が少ねえんだ。おやおや、おそろいで。幕府の犬どもが。えっ、ふざけるねえ。こいつら飼い犬と一緒くたにすんじゃねえ。どちらでも構わん。邪魔者は邪魔者、死して土に帰るがいい。ほーれ、皆の者、カザベーラたちの餌じゃ。へい、お待ち。闘技ぞ、闘技ぞ。その女連れて逃げろ。へい。いや、やめて、殺さないで。私だけ逃げるの。いや、まあそう言うね、隊長さんらしいからよ。顔でも拝ませてもらおうか。女だ。あいつ、礼は言わんぞ。貴様が勝手にやったことだ。おい、待ち上がれ。一人になるのは危険だぜ。一緒に行かねえか。行楽に付き合うつもりはない。そうかい、縁があったらまた会おうぜ、姉ちゃん。気の強い女だな。旦那、さっきの黄金竜。お、すっげえでかかったぜ。手に入れりゃ一生遊んで暮らせるなんてところの騒ぎじゃねえな。いや、そうじゃなくて。竜欲しいの？あ、おうよ、そのためにはるばるやってきたんで。あげる。竜も何もかも全部あげる。おいおい、こいつはかなりいっちゃってやすね。さて、行くか。おゆりの銃じゃねえか。姉さんもここについてるってことっすね。でも銃がここにあるってことは。バーカ、そんなすぐにくたばる玉じゃねえよ。きっと、きっと生きてる、この手島で。おゆり、旦那のこれっすよ。いやー、気の強い人で。トキゾ、余計なこと言うんじゃねえ。今あの首飾り光んなかったか。翡翠でしょ、光に当たりゃ光りますよ。そうか、そうだな。よっ。邪魔だ。おいおい、そう邪険にするね。髪の短い派手ないでたちの女見かけなかったか。鉄砲おゆりか。おお、それそれ、見かけたんだな。どこでだ、どっち行った？召喚だ。ここから入れそうだ。おいおい、
それじゃ日が暮れるぜ。頭は使わねえとな。なるほど。それにしても妙だな。なぜ行動を共にする気になった。ここにおめえの目的があるんだな。詫びも兼ねている。え？何でもない。読書中だ。邪魔するな。ちょいと聞きてんだが。ビクに名を居場所か。察しがいいな。話が早えや。居場所を知ったところでどうする。俺は連れの女の居場所を尋ねるだけで。その女はどうかな。あ？殺しに来たのだろう。我々に利用されるくらいならば殺す。そういう奴らだ、こいつらは。どういうことで。おわっ、逃げやがった。待てよ。は、信じてるぜ。ビクリ様。そんなに返して欲しければ食えてやる。ほれ。あ、ババア。捨ておけ。何しやがる。てめえは他の忍者とは何か違うと思ってたが見損なったぜ。仲間割れか、見苦しい。せえ！てめえらがどういう理由で何を企んでるか知ったこっちゃねえが、か弱いババア殺すなんざ悪党の風上にも置けねえぜ。この卑怯者。卑怯者。我々の同胞を何千人と虐殺したお前らが言える言葉か。ぬすっと武田家シートはまさにお前のこと。んだとくら。戦闘開始。こいつはババアじゃねえ。ビクニ様には幼少の折可愛がっていただいた。匂いでわかる。もし本物だったらどうした。ビクニ様をどこへやった。友情の館だ。よう、俺たちと来ねえか。無論だ、ビクニ様救出までは。そうじゃねえ。気楽な奴らとお宝探しの前にさ、命狙われるのは日常茶飯事だよ。ババア殺せなんて言う奴はいねえ。どうで。やめろ。私を誰だと思っている。そうかい。悪かったよ。遊女の館か。罠かもしんねえが、行くか。
るほどね。よし、窓はねえな。おめえはここに隠れて。いや、置いてかないで、ジゴ。静かにしろって。心配するな。必ず戻ってくるから、じっとおとなしく待ってるんだ。ジゴ…ジゴ！どうした？いや、なんでもねえ。急げ、また殺気が強くなってきた。お、おう。妙だな。ん？殺気が消えた。この島での生き残りは奴一人。からくりに異様に詳しい。隠した途端敵が出てこなくなった。なんだ？何が言いてえ？あの女は何者なのだ？頭は少し変かもしれねえが、結構別品のただの遊女じゃねえか。見目は関係ない。なんだ？焼いてんのか？あ、なんで？どうして？ビクニ様を探すのだ。何怒ってんだよ。うるさい。お、おゆり、ミオだ。様子がおかしいぞ。なんでおめえこんなところで何やってんだよ。罠だ、行くな。結界。おゆり、見違えたぜ。別品だとは思っちゃいたが、ここまで美しいとはな。惚れ直したぜ。ねえ、あんた。ん？黄金の竜なんかどうでもいいから戻ろうよ。そうだな、あんなにでかいとは思わなかったしな。そうだよ、竜の話を聞かなかったことにすりゃいいのさ。あの時に戻って。あの時？そう、あの時。あの時。あと一歩だったのにね。陰陽師！てめえか！偽物にしてはよくやる。うるせえ！ぶっ殺してやる！ヒミカ！なぜヒミカの顔を？我らも気づかぬうちに女郎が一人もいなくなった。ただ怨念だけを残してな。この女郎雲は。その怨念を吹き込んで作った式神。その腹に顔が映るとはどういうことって。鍵はあの女さ。なんだと？ビクニ様。ババ、もうこやつに用はない。私の見当違いだったようだ。さらば。待ち上がれ。このばあさんがこいつを動かしてたのか。なんて念力だ。そうだ、だから利用しようとしたのだ。あやね、あの女を陰陽師に渡してはならん。鬼が、鬼が復活する。あ、ヒミカ。極楽丸。ヒミカ。極楽丸、女は？いねえ。
こいつが、こいつしかいねえ。なんなのだこいつ。死んねえが、とにかくめちゃくちゃ硬い甲冑だ。鬼だ。叩き切るにはどうすりゃいいんだ。聞いてどうする。決まってんだろ、俺がこの手でぶっ殺してやる。憎悪は何も解決せん。主自身が鬼になってしまうぞ。このまま黙っていられるか。お主は別の連れ合いを探しておるのではないか。じきに半蔵軍の爆撃機が来る。悲劇を繰り返すでない。急げ。でもよ、この娘はわしが弔う。振り返るのは後にせえ。さ、地獄極楽丸よ、鬼に会うたら憎んではいかん。心を過ぎ無垢にするのじゃぞ。覚えてたらな。おゆり、おめえはこの島から出ろ。やだよ、一緒に出ようよ。もう黄金の竜なんかどうでもいいよ。陰陽師と鬼、奴ら叩き切らねえと腹の虫が収まんねえ。鬼、まだ信じらんねえが、鬼としか言いようがねえ奴に太刀が殺された。じゃあな、アバヨ。あ、見えたぞ、ついに見えた。虫を追う大いなる影の正体。尊名字はどこだ。本殿におられる。そうかい、あんがとよ。待て、虫をこれ以上生かせるわけにはいかん。虫をあの遊女に近づけてはいかんのだ。陰陽師様が予想だにしなかった恐ろしいことが起こる。主の前世が引き起こす。今度は前世かい。前世がカッパだろうが石だろうが何でもいいけどよ、邪魔すんなら息の根止めるぜ。旦那。
風神雷神気取りか。どけやがれ。俺は今急いでるって。我ら二人に一人で勝てるつもりか。一人じゃないさ。あんた手出し無用なんて野暮なこと一個なしだよ。へ、言っても聞くような玉か。バッチリ頼むぜ。任しときな。威勢のいい奴らだ。どうだ、焼けるだろう。復活のために利用されたのは私の方だったか。お前が現れてから何かがおかしくなってしまった。俺様を誰だと思ってやがる。解くぞ。七本の刀を自在に操る男。そんな王よ、俺様が天下の大賞金首、地獄極楽丸様でい。道理でな。ならば、あらん限りの力を。竜の牙か。そんなもの何の役にも立たんと思っていた。
が、お主なら鬼を倒せるかもしれん。気色悪いぜ。らしくね。なぜかな。何？おめえは！来てくれたのね、ジゴ。ヒミカ。ヒミカ。おめえ一体。あなたを待っていた。1300年。1300年。おゆり。この国を滅ぼして新しい世界を作るのよ。私たちにできないことはない。何でも手に入る。永遠の命すら。思い出して、あの頃、あんな女のことは忘れて。ジゴ、術が効かなかったの。1300年待ってただの。永遠の命だの。寝ぼけたことばっか抜かしやがって。花パーッと咲いてさっと散るからめでられる。時期外れの花、狂い咲きって言うんでい。所詮は別の人間か。私を受け止めてくれないのならもういい。もう待ちなさい。Oh, you need! Come on!
私を殺さない限り竜は止まらない。なんだと？観念しろ、お前の負けだ。今すぐお百合を戻せ。出ねえと本当に叩き切せ。何がおかしい？竜は火山脈を先行して自爆するわ。さっきの爆発とは比べ物にならない大爆発が起こる。何？この国は海に沈むわね。てめえ、人じゃねえ、本物の鬼だ。お逃げください。女王、私の民を放って逃げろというの？離せ、離して。お分かりください女王、あなたが捕まればどういう目に遭わされるか。あなたが生き残ればいずれ国を再建し復讐することもできましょう。ですから。ならば事故、あなたも一緒に。ユーマの方だ、捕まえろ。我が一族の宝です。私が戻るまで預かっておいてください。本当だな、本当に戻ってくるのだな。私が嘘をついたことがありますか？岩戸を閉めろ。ジゴ、生まれ変わってくるまで待つ。
何千年でも。やれば。なぜとどめを刺さない。何をする。話せ、話して。ずっと一人で寂しかったんだな。本当に戻ってくるのだな。私が嘘をついたことがありますか。私はあなたを守ります、永遠に。ジゴ、そこにいたのね。お前、任務完了。半蔵！君か！おい！働きに免じて見逃してやろうと思ったが。なんだとこら、何でも知ってるかのように言いやがって。来い野良犬。うるせえ幕府の犬め。おめえの主は死んじまったぜ。仲良く眠りやがれ。
ふーん。これはまた雅な。目障りだね。とっとと失せな。見かけによらず気が強いな。大きなお世話だ。まあいい。女、時にこいつが甲羅なんだが。あんたたち賞金稼ぎなのかい？おうよ。我ら5人の賞金稼ぎ、黄金流生け捕りの軍資金としてそいつの首をいただく。女、貴様何がおかしい？だってあたいより弱そう。ヒートがおい、えらく舐められちまったな。じゃあ舐め返してやんないと。ようよ姉ちゃん、ほっぺがいい？足かい？それとも。あいつの首狙うなんてほざくのは、あたいを殺してからにしな。もしや、おめえ、賞金稼ぎの鉄砲、おゆりさ。ああ。さっき、黄金竜がどうとか言ってたね。何のことだい？え、何のことでございやしょう。いやす、言わせていただきやす。嘘こまことか、長崎の海に黄金に輝く竜が出没するらしいんだ。さ、長崎っていや、ここ降りてったとこじゃないか。ふん、面白そうだね。いい話あんがとよ。通るよ。今俺に話しかけるな。ちびっちまった。ここはどこ？臭い、ひどい匂いだ。お目覚めかね、べっぴんさん。誰？わし、わしの中へ。死んだ時に忘れてしもうたな。死んだ。陰陽師様が生き返らせてくださった。じゃが、生き返ってからというもの、腹が減って減って、べっぴんさん、おめえ、うまそうだろう。嘘だろう。よしとくれよ。あれさえ圧死すよ。お前は峠の茶店の。いや、これはまたなんともみやびな。バカ言ってんじゃないよ。早くほどきな。へいへい。おい、てめえら降りてきな。おう。他の連中は？妙な奴らに襲われちまって。極楽丸を見なかったかい？一緒じゃないっすか？一緒でこんな目に遭うもんかい。なんだいこいつら、一体全体どこなんだいここは。信じらんねえかもしんねえけど、出島っすよ出島。正真正銘南蛮人居留区のはずなんすがね。出島？姉さん！山ん中にまだ生きてるやつがいるかもしれない。
へい。おい、みんな、山は溶けてくぞ。こいつは、姉さん。どれ。生きてる。こんな駒で食らう気だったなんて、とんでもねえ奴らだ。まったくだ。お前らにも正義感があったのかい。ひでえな、姉さん。生きてりゃこの娘くらいすかね。あしらにも子供がおりやしたが、村の流行り病で女もともどもぽっくりいっちまって、残ったあしらはこんな家業をするくらいしかなかった。そうかい、すまなかったよ。いや、ついつまんねえ話しちまいやして。そうだ、もう昔の話だ。いつまでも引きずってはおれん。ええ、あんたたち見直したよ。死体の山どけるとき、あたいは何もできなかった。男だね、あんたたち。いや、そう言われちまうと照れちゃうよな。さあ、早いとこ出ちまいましょうぜ。こんな気味悪い場所。落ちたりもすんだろ。あのデカさだ。一枚でも何万両分もあるにちげえねえ。あ、そうか。さすが棟梁、頭いいぜ。こういうことわざ知ってるかい。取らぬタヌキの皮算よ。姉さん、ひでえ。うわっ！ああ！うわっ！あの忍者め。あ！子猫が、あたいの子猫が。子猫？猫なんか連れてましたっけ？バカ！鉄砲だよ！こんなんじゃどこ行ったかわかんないよ。大丈夫でさ、あしらが守りきってみせますぜ。お気楽だね。あんたたちがいるから不安なんだよ。姉さん、あれ。その子と湯あみするから出てっておくれ。あんたたち、まさか覗こうなんて。そんな滅相も。あしら、飯食ってます。さあ、きれいにしてあげるからね。なんだいこれ、きれいな石だね。いちゃ、ちゅ、なんだいケチ。加減はどうですか。誰だい。私の実験室にようこそ。おー、極楽妙。そうかい、そいつはよかった。さ、行くよ。
死後ジオン。お前がこいつらの大将かい。いかにも黄金卿陸軍総司令シムカ・カザベラ。黄金卿、お前ら南蛮人はキリシタンじゃ。我々は生まれ変わったのだ。幕府に皆殺しにされた時悟った。愛も許しもこの世には存在しない。力のみがすべて。竜を我が物とし、この国に復讐する。そのために我々は黄金卿信徒となったのだ。ふん、なんだい、所詮は仇討ち集団かい。南蛮人も垢抜けないね。バカは死ななきゃ治んないんだよ。軽蔑するならするがいい。同胞の命とともに我々は自尊心を失った。よってあらゆる残虐行為が可能なのだ。大丈夫かい？たく、だらしないね。大の男が三人も揃って。姉さん、もう三人じゃねえ。え？ごめん。もうたくさんだ。黄金なんかもうどうでもいい。こんな地獄からとっとと逃げ出そうぜ。だるま。わかんねえのかい。この島、南下兵隊の知れねえ悪意に満ちてる。もう黄金がどうとか言ってる場合じゃねえんだ。てめえ、臆病風に吹かれやがって。ちょいと、やめなよあんたたち。連れてらっしゃい。今、なんか言いやした？うん、あたいじゃないよ。女の声だったが。あ、こら、どこ行くのさ。こっち、こっちって、そっちに何があるんだい。こっちに金色の。何？本当か。行こうぜ。手ぶらで帰っちゃ死んだ仲間も浮かばれねえってな、だるま。金だ。なんだかわかんねえけど金だ。掘り出せ。チッ、びくともしねえぜ。ダメだ、刀じゃ。斧かなんか持ってこなきゃ。あの部屋にあったぜ。そうか。ちょっとあんたたち。もう、おいらの着物だ。まんざらでもないよね。なんだ。一体いくらになるかな。そうだな、3人で分けても1人10万。いや、
100万両かも。すげえ。三人。なにやめえこと。誰だい。棟梁。こいつ殺して、あの女殺せば独り占めだぜ。棟梁。棟梁。あんた、どこ行ってたのさ。いなくなっちまった。夢だね、これ。ちっ、姉さん、ひでえ。金が、もしか、はい、して、棟梁。俺が、死んだら、全部、姉さん。わざと言ったな。違う。血を見るのが好きなの。違う。死体を見るのが好きなの。違う。ただ人を殺すのが好きなの。違う。古井戸ジゴ、え、深いじゃないか。こんなとこ落っこちたら。あ、何しやがんだい。Thank you.
ここは地獄だ。誰なんだ。あたいに銃をくれたのは。返事しなよ。あった。旦那、響かてめえら、風神雷神気取りか。俺は今急いでるって。我ら二人に一人で勝てるつもりか。一人じゃないさ。あんた手出し無用なんて野暮なこと一個なしだよ。へっ、言っても聞くような玉か。バッチリ頼むぜ。任しときな。一斉のいい奴らだ。おゆり、おめえはこの島から出ろ。やだよ、一緒に出ようよ。もう黄金の竜なんかどうでもいいよ。陰陽師と鬼、やつら叩き切らねえと腹の虫が収まんねえ。鬼？まだ信じらんねえが、鬼としか言いようがねえやつに太刀が殺された。じゃあな、アバよ。あっ、ちょっと
あたよ、あたよ、一人にしないでよ。どうだ？焼けるだろう？あんたに言われたかないね。答えな。なんであたいや遊女たちを突き落としたんだ。お前が誘い込んだせいで棟梁も誰かも死んじまった。全部罠だったのか。ミカがやれって。ヒミカって火炙りにされてた女のことじゃ。ちょいと何すんだよ。あたいの話はまだ終わってないよ。こいつは預かる。なんだって？どういうことだ。撃ちたきゃ撃ちな。用を済めば返す。ねえ、その腕どうしたの？半年前、竜に逃れた。
金、砂金じゃないかこりゃ。海水から金を取り出しておる。海水から？古い古いからくりじゃ。千年、いや2000年も昔のものかもしれん。わしの銃、役に立ったか？あんただったのかい、源内殿。この子は卑弥呼。ああ、すごい、すごすぎる。これは、二人とも、なんて速さだい。半蔵はもはや人の動きを超えておる。修行の賜物じゃが。じゃあ、あの子は何者？今は亡き民。その復活にわしらは遭遇してしもうたかもしれん。その目で確かめるのじゃ。わしが何を言うてもお主は信じはせん。黄金竜からくりとて糧は必要。しかも金は腐らない。お姉ちゃん、あんた、マルシー、己、からくり。からくり？からくりに涙なんて流せるもんか。からくりなのはあんたじゃないのかい。邪魔だてするのなら殺す。その女、殺し損なったんだね。そうだよ、卑弥呼。卑弥呼？卑弥呼だって？連れてらっしゃい。うん。え？お話痛いよ。よくも。助けて、お姉ちゃん。今さら命乞いかい。もう騙されないからね。そいつもカラクリか。カラクリじゃないもん、お兄ちゃんだもん。お兄ちゃん？お兄ちゃんは、ジゴはずっと竜を動かして卑弥呼を守ってきたのに、お姉ちゃんが死なないから殺されちゃうんだよ。何言ってんだよお前。私、卑弥呼に言われた通り、ジゴの生まれ変わりが目移りしないように女の人みんな井戸に突き落としたのに、お姉ちゃんも突き落としたのに、どうして死んでくれないの？え？死んで！死んでよ！そしたら
かリオを爆発させない。ふざけんじゃないよ。極楽丸はあたいの問題。あんな女に取られるくらいならお前ら殺して奪い返してやる。死にたくなきゃ命がけで戦いな。泣いてはめいてなんとかなると思ったら大間違いさ。さあどうすんだい。ジゴクラクマルと同じ顔ってな、やりにくいが覚悟しな。よかったじゃないか。だって卑弥呼は死んだ事故を、お兄ちゃんは卑弥呼を、私はお兄ちゃんを愛してるから。なんてこったい。人間の値でも恥ずかしくて言ったことないのに。こいつはもう死んでるのにどうして動くんだよ。誰も。リュウが勝手に動いてんのか。いい加減に押しよ、こんちくしょう。どうしよう。何すりゃ竜は止まるんだい。ったくもう。飛行艇が突っ込んでくる。あんた、こいつ撃ち落とす気だ。させないよ。あなたは女王になる人です。一般の者と交わることは禁じられているのですよ。その代わり約束しましょう。ジゴは永遠に女王をお守りします。永遠に。そう、永遠にずっとそばで。本当？私が嘘をついたことがありますか。ジゴ。だからなんだってんだい。あたいには関係ないじゃないか。いつまでも過去にしがみついてんじゃねえよ。